こんにちは、全景 AI フォーラムです。こんばんは。今日は2021年6月30日、6月最後であり、2021年の前半が終わる日ですね。早いですね。2021年もあと半分しか残ってないってことですけども、全景 AI フォーラムです。こんばんは。今日暑いですね。はい。YouTube、あ、そうか、YouTube ウォッチしてる方はまだ3名っていう風になってますね。コメントとかですね、ご覧の方はっていうのは3人しかいない。3人に向かって喋ってるうちの1人が、多分僕がカウントされてるのかな、どっかに。見てるもんね、ここでね。はい、コメント歓迎、待ってます。市川さん、こんばんはです。あ、市川さんね。市川さんの話、今からしますよ。それは後半か、ここに出てるな。3月号の次の5月号の話ですけども。これか。はい、ですね。ザム。もう、見てらっしゃる方はご承知のですね、全景 AI マガジンのことを、もう内部的にですね、ザムザムと呼んで、これ、このオンラインイベントは、全景 AI フォーラム、オンラインフォーラム、ズームによる、ミーティングですけども、これはザフって、すごい分かりにくいですけどね、呼んでます。で、全景 AI マガジンっていうのは、各回イベント、全景 AI フォーラムが終わったら、その内容を文字化しようと。でね、マガジンを、ね、今、ジンってね、ZINE、同人雑誌系のも流行ってるらしいですね。ググったりしたらなんかっていうのもあって、まあ雑誌ってのは結構面白い媒体だなと思っていてですね、自分たちで作れたら面白いなっていうのがまああって、作り始めて1月号、2月号、3月号、4月号、5月号で、今5月号が、前回のイベントの5月号ができたところなんですけども、でですね、イベントで基本的に電子版 PDF でですね、まず作って、で僕やっぱり古いタイプの人間なので、読書といえば紙の本をペラペラって1ページずつめくりたいしみたいなのでですね、印刷に少量ですね、安いところにお願いしてですね、作ってます。10部とか20部とか。で、3月号、さっきも言った、チームホンダの、東海道 50X 第2回目の発表がありましたけども、その内容ですね、電子版は、もうこの間アナウンスしたんですけども、印刷に回しました、また。ね。で、3月号の表紙はホンダさんにデザインしてもらって、この紫色のやつですけども、電子版じゃなくて印刷版来ました。これね、前回の5月のイベントの時には間に合わなかったんですね。6月に入って来たので、本邦初公開。で、ね、全景 AI フォーラムを盛り上げる意味で、これ僕のポケットマネーで印刷回してるんですが、余ったやつはですね、ブースっていう、同人イベントをサポートするオンラインショッピングサイトがあって、そこにですね、どうしても欲しい人はですね、1000円出してもらえれば、届きます。まだ10部ぐらい後ろの方に余ってるんで、欲しい人、買ってください。全景 AI フォーラムの、活動資金になるかなと思いますが。雑誌作って、で、これは3月号ですね。で、発表してくれた人、実際にですね。あと、ズームに来てコメントしてくれた人。で、YouTube でライブ配信してますが、ライブ配信でコメントを書いてくれた人とかですね。を、に参加賞じゃないですけども、これまでですね、1月号、2月号、3月号配ってます。あ、ちなみにですね、ね、揃い踏み、あ、これ薄いからあれだな、揃い踏みですけども、こう胸像になってるから難しいよね。
これが1、創刊号、1月号ですね。2月号。で、3月号。はい、ごめんなさいね。参加、石川さんね。はい、ありがとうございます。ね。で、そう、3月号来たよって話。これね、3月号、だんだんね、スキルが上がってるんですよ。3月号、2月号は全面カラーに挑戦してですね、出来良かった、嬉しかったんですけども、3月号はですね、さらにこう、デザインっていうかですね、こう、表紙ね、表紙を開いたら、浮世絵の感じなんで、見開きでですね、メトロポリタンから僕がデータセットを作ったですね、高精細浮世絵データセットから引き抜いてきた、北斎の、富嶽36景から、気に入ったやつをピックアップしてですね、こういうふうにですね、結構カラー印刷でですね、ね、いいっすよ、これ。B5 でですね、見開きで。ね。とか、なってます。本文32ページ。表紙、があるんで、表紙裏表で36ページ相当みたいなカウントの仕方になりますけども、そういうものになっています。で、届きましたと。で、参加してくれた人とかオーディエンスに配りましたと。ありがとうございました。そう、その声を聞きたかった。あ、送っても、ありがとうとかね、よかったっていう声を聞きたいので、ぜひ、送ってない人も、送ってほしい。結構いい出来なんだよ、この紫のやつは。僕、迷子ね、前回のやつを更新してるっていう、自己記録更新を続けてる気分でいるんですけども、出来いいって思ってます。